ちは。こんにちは。ナトムです。ナトムです。というところで、プロジェクトロック後半の戦いが始まります。はい、ファイトというところでですね、アクセサリーが出てきます。はい、他の、まあ、今までやってるようなグローブだったりとか、リストラップだったりとかは全然ありますし、そちらはちょっと新しくないので紹介しないんですけど、今回注目のデガバッグ、まあ、ちょっとトレーニーだとこれぐらいのバッグ欲しいんじゃないかなっていうところ、はい、一応35リッターぐらいですね、33リッター、5リッターぐらいの、まあ、大体それぐらいのレンジのバックパックで、非常にあの中もドーンと開いてる感じの、もう突っ込めるタイプのバックパックになってます。で、まあ、パソコン入れも一応あってあるけど、他のはもうズドンって感じなんで、本当ボックス型のバックパックと一緒なんですけど、まず生地、コーデラ、はい、コーデラのタグがついてる、そうなんですよ、しかもバリスティック、お、さすが会長はい、コーデラのやつが使われていて、タグもついてます。ちょっと逆ですね、こうですね、はい、コーデラの生地を使用しますというところで、コーデラの生地、何がいいですか。非常に耐久性が強く、そう、軽い、そう、なので結構大きいんですけど、めちゃめちゃ軽いです。確かに全然めちゃめちゃ軽い、見た目の重厚感に比べて、そうですね、めちゃめちゃ軽いんですよ。軽いですね、はい。で、さっき内側に仕切りもあったと思うんですけど、背中のところもちゃんとこう外れるようになってるんですよ。で、背中の方にパソコンだったりとか小物入れみたいなのが入れれるように、このメッシュポケットいいね。そうなんですよ、このメッシュポケットとか小物だったりとか財布とか入れられるし、なんかこのポケットにもアクセサリーとか、とかそうですね、はい、なのでパソコンのスリーブのところも入ってたりするんで、下まで開くのがいい。そうですね、これしっかりとしっかりと全開きするんで、逆か、はい、全開きするんで、まあ背面も収納スペースがあって非常にいいバックパックです。で、35リッターなんで、まあ結構靴も余裕で入りますし、なおかつ、まあ、ベルトとか入れる人は多分全然ベルトも巻いて、まあ半分ぐらいまで入るかなというところですね。で、その上に服入れてもらって、で、その上にさらに、まあ、タオル、その上にさらに、などなど必要なものを入れられると思うので、結構な容量が入ると思います。で、サイドにも、まあ、ジップ型のボトルポケット、なので、まあ、ボトルじゃなくてもあの小物系はサイドに、両サイドに入れられるので、しっかりとサイドのやつもありますし、このどうしましょう、ああ、いや、こっちもある、ね、さすがですね、はい、今言うところでした、あ、そうです、さすがです。あの上のところにもあの小物が入れたりする、基本的にすぐ出すものだったりとか、サングラスとか、サングラスだったり、あと、まあ、財布だったりも入れられる上もありますし、表面にも今ちょっと姉が開けてくれたここの小物用、すごい充実してるんで、ここにもメッシュポケットとあの両方ついてるんで、いろいろなものが、まあトレーニング行くとなると結構いろんな小物持つと思うんですよ。トレーニンググローブとかサプリも持つし、あと何、トレーニングウェア、靴、ベルト、リストとか、リストだったりとか、あと、まあまあ本当にいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう小物のものだったりとか、結構あのノートとか書く人もいると思うんで、まあ、ペンさせるこういう部分だったりとか、あとはもうポケットとかノート入れるとか、まあ、そういうところにも結構しっかりと細部までこだわった作りをしているこのデカバックパックが今季出てきます。サングラスって言ったけど、中がフリース素材なんで、サングラスも傷つかないっていう。そうなんですよ、さすがですね会長、その通りなんですよ。これちょっと見にくいかな、こんな感じで、スマホとかもあれ、はい、画面とかレンズとかが傷つかないように、デリケートなものが入れられて、はい、そうですね、まあ今無意識にサングラスって言ってたので、そうですね、そういうところの細部もありますし、ここの取っ手もあるんで、本当になんか持ちやすい状態だったりも、そうなんですよ、もうロックこだわった、ロックがこだわったこのバックパックというところなんで、もう本人も結構ちゃんとベルト持ったりとかして、うん、あのでかいバッグに結構乱雑に詰
詰め込むタイプの人らしいのでなのでもこういうのもすごい便利かなと、まあ、実際トレーニングする人も結構そういう人も多いんじゃないかというところで、ぜひこのデカバッグを。いいですね。あと他にも、まあ、今までもやってる、小型のバックパックも、このアクタイプのやつがあるので、まあ、そういうのも含めて、まあ、大きいサイズから小さいサイズまで幅広く、今季は揃えますというところなので、まあ、アクセサリーもぜひあのロックの方揃えていただいて、まあ、全身ロックでモチベーション上げてトレーニングに行ってもらえればなと思っております。なんか気になるのありますか、特に会長とか。いや大丈夫です。本当にあのしっかりしてるし、生地もすごいいいのに軽いっていうところはかなりいいかなっていう。そうです、コードラの良さですね。でやっぱジム行く人荷物いっぱい入れると思うんで、こんぐらい余裕あるといいよね。いいですね。まあ少ない人は少ない人は少ない用のやつを買ってもらえれば、大中小ぐらい順番であるので、あのそれに用途に合わせて買ってもらえればと思います。まああと底のところもあのコーティングされてるんで、全然耐久性もしっかりしてます。はい、なので新しい商品が出てきたんで、そうですね、ロゴもメタルプレートっていう、あの前回展開してたあのタンクっていうか、なんか袋みたいな、ああ古い、自分が使ってる、ああそうあの筒型みたいな、20、60、90、30、そうあの時のと同じようなロゴついてるんで、結構重厚感もあるし、なんかちょっとこう高級感もあるメタルプレートなんで、やっぱロックっていうところでいくといい感じですね。なので、はい、結構いいんですけど、俺らの税抜き17,500円、2万ぐらいいくと思ってます。あーそうだね、コーデラっていうところでいくと本当にいいものを使ってるので、17,500円でもどちらかといえば多分結構いい感じのプライスになってるかな思うので、まあ、税込みでいくと19,250円というところなので、まあ、ほぼ2万円なんですけど、まあ、非常にいいものが今期出てきたので、ぜひ皆さんにもチェックしていただければと、はい、で他のサイズのところは、e コムのところでも、載っているので、ぜひチェックしてもらえればと思います。はい、はい、アクセは以上ですけど、あそうですね、パンツもあの前回の動画で紹介できてなくて、あの6カ所履いてるんですけど、そうですね、メッシュショーツですね。結構このメッシュのショーツでかつあの大きいロゴが入ってるっていうのが確かに過去やってたりもして結構好評だったっていうところも。これかっこいいね。はい、で丈もなんかちょっと膝上、そうですね、で長すぎず、ちょっと短い感じで、はい、トレーニングしやすいですし、ね、軽いし、これちょっとあれだね、夏場普段でもちょっと、ね、そうですね、かわいいですね、履けちゃうなっていうところなんで、はい、でお値段は、あれお値段いくらでしょう。お値段の方はじゃじゃん、タグを見ないと分かりません。7000円ですね。7000円プラスです。はい、7000円プラスでというところになっているので、ぜひあの他のアパレルとの組み合わせで、この紫をちょっと入れながら、この T シャツと合わせて、はい、あとカバーしょって全身ロックでトレーニングしてもらえればなと思います。じゃあ以上ですけど大丈夫ですか。です最後3つお願いします、はい、チャンネル登録、高評価、コメントというところでぜひコメントしていただければ、返しますし、あの他にロックの紹介してないもので気になるものもコメント欄でしていただければ回答するので、ぜひしてください。はい、本日は以上になります。どうしたどうした。